じゃあね、光合成速度をちょっと見てみましょうか。光合成速度を測るときは、こんなね、お部屋に葉っぱを設置して、で、光の強さ、当てる光の強さを、当てる光の強さを変えながら、CO2 をお部屋に吹き込んで、どんだけ CO2 がお部屋から出てくるかなっていう、まあ簡単に言うとこんな感じで、光合成速度を、測定します。もしね、光合成と呼吸差し引いて、光合成の、光合成って CO2 吸収するじゃないですか。で、呼吸って CO2 排出するじゃないですか。で、それ差し引いて、もしね、光合成の CO2 吸収の量の方が多かったら、入れた CO2 より少ない CO2 が出てくるって。こうやってね、光合成速度をね、測定していきます。で、こんな実験したときに、どんなグラフが描かれるかっていうと、横軸光の強さ、縦軸は CO2 吸収速度、測定値ね。で、どうグラフが描かれるかっていうと、こう描かれるね。例えば、まあね、ちょっと縦軸横軸相対値にして、ちょっと単位がなくて申し訳ないんだけど、まあこんな感じ。まあこれもね、ざっくり見ていくと、光を強くすれば強くする。植物体に光をたくさん当てるほど、だんだん CO2 いっぱい吸収するようになって、まあいつかね、この頭打ちが来るんですねっていう、グラフです。頭打ちになる理由はね、ちょっとちょっと難しい話で、ちょっと置いておきます。だけど、一応ね、簡単に言うと、光の強さばっかりが高くても、こう、光合成速度ってビョーンって伸びないんだよね。他にも温度とか、CO2 濃度とか、他にも必要なものがいっぱいあって、光だけ俺たちがめっちゃ光当てるよって当てても、一応ね、それだけでは頭打ちが来てしまうんだね。で、二つの用語もチェックしておきましょう。ここ、見かけ上 CO2 の出入りがないような時の光の強さ。この光の強さを当てたら、見かけ上、CO2 の出入りがゼロになるよ、ね、光合成と呼吸の、量が大体同じで、見かけ上 CO2 の出入りがないよっていう、ここの光の強さを、その時の光の強さを、光保証点って言います。あと、これ以上光強くしても、ここの光の強さ以上の光を強く、強さ、この、ここの光の強さ以上の強い光を当てても、それ以上光合成速度は、上がりませんよ。CO2 吸収速度は上がりませんよっていう、その時の光の強さを光飽和点って言います。で、問題ちょっと解いてみようか。と。クエスチョン。光。飽和点の強さの光を当てた。光飽和点の強さの光を当てたとき。光合成による CO2 吸収速度を答えよう。光飽和点の強さの光を当てたとき、光合成による CO2 吸収速度を答えよう。なんか、あ、光飽和点ってここやんって、この強さの光当てたら、あ、CO2 吸収速度3やんって言って3って書いてしまいがちだけど、これ実は×なんですね。これなんで×かっていうと、植物って
初めにもちらっと言ったけど、呼吸と光合成どっちもやってるんですよ。基本的に24時間俺たちがどう光の強さを変えようが、昼が来ようが夜が来ようが、ずっと基本的には呼吸し続けてるんですよ。あの呼吸って有機物分解してエネルギー取り出す、生命現象なんで、それ止めちゃったら死んでしまうんで、なんで呼吸で CO2 を出してると。ほんでそれよりも上回る速度で光合成によって CO2 を吸収してるから、見かけ上酸CO2 を吸ってるように見えるんですよ。毎日100円、貯金箱に溜まってったからって、それ決して100円ずつお小遣いをもらってるとは限らない。もしかしたら200円お小遣いを毎日もらって、100円はパン買って消えちゃって、残った100円は貯金箱に溜まるかもしれない。光合成でこんだけ CO2 吸うけども、こんだけ呼吸で CO2 を逆に吐いちゃってて、その差分が3なんですよ。これさっきの実験思い出してるんだけど、容器に葉っぱ入れて、で、どんだけ CO2 入れて、で、どんだけ CO2 出てきたか。つまり、光合成と呼吸をこの葉っぱは同時に行ってるんですよ。そのデータが、このグラフ上に出てるんですよ。じゃあ、呼吸って、どんだけの速度で CO2 出してるのかなっていうと、ここを見るんですね。ここ。これ、CO2 吸収速度がマイナス1って書いてある。光の強さが0の時、つまり電気のスイッチを消して真っ暗にした時、真っ暗にした時 CO2 吸収速度がマイナス1、マイナスに吸収ってことは放出してるってことだ。これは呼吸によって CO2 を1ずつ放出してるってことだ。呼吸速度は1だったと。で、このね、もう一個ポイントがあってね、この呼吸速度、呼吸によって1ずつ CO2 を放出してる。このね、呼吸速度って基本的にね、温度変えない限りずっと一定です。呼吸速度は温度一定なら一定、つまり俺たちが光の強さをどう変えようが、ずっとこの子は1ずつ呼吸してんだ。だからこの長さも1も1。たまにね、ちょっと難しめの入試問題で温度変えてくる問題もあります。温度を高くしましたとか。温度が高くなると基本的にね、呼吸活発になります。呼吸速度上がってきます。だけど99% の問題はこの実験中温度一定でやってるんで、呼吸速度は真っ暗にしようが明るくしようがどこでも同じで、一番呼吸速度分かりやすいのは電気消した時だよね。真っ暗の時、これが呼吸速度。この呼吸速度ずっと一定です。ここでも1ずつ呼吸してる、ここでも1ずつ呼吸してる、もうどこだって1ずつ呼吸してます。光飽和点を当てた時だってこの子は1ずつ呼吸で CO2 を出してます。1ずつ CO2 を出してんのにもかかわらず 3CO2 を吸ってるように見えるんだから、1円使ってるのにもかかわらず3円貯金箱に入ったんだから、実際の収入は4円だね。光合成速度は実際は4、光飽和点の強さの光を当てた時、光合成による CO2 吸収速度はね、ここ注意だよね、縦軸を読めとは言ってないんだよね。光合成による CO2 吸収速度はいくらかってさらっと聞いてきてんだね。だから光合成では 4CO2 を吸収してるから答えは4だね。今回ね、単位を、全部相対値で単位をつけなくて申し訳ないけど、考え方はこんな感じです。
もう一回繰り返すと、4ずつ光合成で CO2 を吸収してると。だけど同時にね、ミトコンドリアで1ずつ CO2 を出してると。だから酸吸ってるように見えるんだね。なので光合成速度を聞かれたら、この光合成の本当の速度を答えてあげる。では、これが、光合成速度の、解説でした。ね、もう一回ね、復習してみましょう。